3人目の起業家は、大手外資系広告代理店などで勤務した後、飲食店向け IT ベンチャーにて PM を経験。スポーツイベントやスタジアムイベントでの物販のあり方に革新をもたらすべく起業、メニュー X の小屋野恵里さんです。皆さん聞こえますか、この会場のどよめき。14年間待ったこの、瞬間、日本が世界ナンバーワンになったこの感動の瞬間、こんなのを見過ごすことなんて想像できますか。しかもそれをグッズ販売の商談の列で、この日おそらくこんなことはなかったでしょうが、日本は行列に対してとても慣れている国です。3月に14年ぶりに日本が優勝し、世界で話題になった野球の試合がありましたね。3月9日は中国戦で東京ドームで予選がありました。試合開始時間は午後7時でしたが、実際ファンがグッズ購入のために東京ドームに現れた時間は何時だか分かりますか。なんと朝の4時です。コアのファンはグッズのために長時間並ぶことに対してとても慣れていますが、ですがこれからスポーツ市場を拡大させるためには、どれだけ新顧客に対して楽しいという瞬間を増やして、また来たいと思わせる、これが課題です。メニュー X はスポーツイベントに特化されたデジタルメニューアプリであり、グッズ販売のデジタル化により3つの課題を解決していきます。まず待ち時間を短縮し、顧客満足度を向上すること、ファンの管理と醸成、そしてスポーツ業界を拡大させること、この3つです。メニュー X を使用することによって、試合前と試合中いつでも長時間並ばずグッズを購入することが可能です。まず試合中では、QR コードをスキャンし、席から購入が可能になります。商品の準備が出来上がると指定された時間と場所に行き受け取ることが可能になります。また、試合前ですと、リンクを通して客は商品を購入することができ、スタジアムで受け取ることが簡単になります。また、顧客側ですと一人一人の情報を確認することができます。同じようにそのリアルタイムで在庫を確認することができ、データの収集や分析、これ一つのアプリで全てできることになります。現在日本でのスポーツのマーケット市場はとても大きなポテンシャルがあります。まず、日本のスポーツ観戦市場は全体で約3800億円と言われています。そこから実際アプローチできるターゲットは約574億円、そして実際獲得できるマーケットは57億円と予測しています。じゃあメニュー X 今後どうするのか。グッズ販売から来るデータにより AI を使って商品のレコメンデーションすること、またチケットの販売を上げるためにロイヤリティマーケティングやマーケティングオートメーション、そしてファンの顧客の管理するための CRM、 顧客関係管理のプラットフォームをし、リピーターを増やして売り上げを上げることを目指しています。メニュー X はさまざまなスポーツの可能性がたくさんあります。今回は新規顧客開拓のためにビジネスパートナーを探しています。メニュー X で大切な瞬間を見過ごさないように、メニュー X のジャーニーはこれからです。 Join us on our journey。 これ実際どっかで使ってるんですか。もうすでにまだです。まだこれから1ヶ月、ね、これからソフト自体もまだ、そういうだからビジネスパートナー募集みたいな最後出てたじゃん、出てましたね。そういうことなんだと思うんですよね。実際これオペレーション側っていうと、今説明受けてたのって顧客側の UI じゃないですか。でもこっち側ってその注文が入ったらすぐに商品やってパッケージして、まあ、決済終わってるので、こう A さん B さんって並べといて、でその人が何時何分何ゲートに来るとそれをスッてこう渡すだけだからすごく楽ってことなんです、ね、だからポスっていうか、なんかそういう風なのも B2B 側には必要ってことですよね。さっき管理画面出てましたよ。あ、そうかそうか、ごめんなさい、はい、だからいや なんとなくやりたいことは分かったんですけど、うんうんうん、でみたいな感じですね。僕からしたら別に誰でも作れんじゃんこれって思っちゃった。そうですね。でも実際、まあ別にこれベースにこういう機能がついたらそれで、うん、stores.jp とかベースにこういう機能がついたらそれで以上終了でさよならじゃないかなと思いました。でも現場で買えないですよね。現場で売ってるやつをその時決済して取りに行くっていうのがポイントなんですよね。そうですね。まあまあでもこれ同じような事例で、まあ、僕が言った事例で言うと、この間ジャパネットってサッカーのビファーレ長崎ってチーム持ってるんですね。でそこの物販ってめちゃくちゃ効率よく作られていて、並ばないんですよ。でどういう仕組みにしてるかっていうと、全部チケットにしてるんですよ。
あ、だからつまりこのユニフォームの XL、XXL、MS とかレディースとかなんちゃらかんちゃらとかっていうのが札でこうあのよくあのコンビニにあるさ、あのアマゾンカードみたいな、アマゾンギフトカードみたいなやつがバーって置いてあるじゃないですか。あんな感じでサンプルのユニが1個だけあって、そこにこうなってて、それをキャッシュレスで QR コードとかキャッシュレスでピッてやったら、あの従業員の方がバックヤードから持ってきてくれて、だからもう決済すぐ終わるんで、あの並ばないんですよ。なるほどね、みたいな、なんかそういう感じのことが多分スタジアムでは必要であって、なんか別にウェブサービスとかアプリはそれのなんか単なるツールなんで、まあ、僕は別にそれはベースでもいいのかなとか思ったりとかして、ベース第4ゲート2号店みたいな。これただまだあの顧客、そのモバイルオーダーはこれから支給されたとしても、顧客管理の CRM として、じゃあ顧客のデータを収集してそれを分析して、じゃあ次はどういうふうに言ったらもっとこれが売り上げ上がるよっていう、だからなんかそういうレベルに似てないのよね、そもそも。だからなんかそこのコンサルみたいなところからその各球団とかに行かなきゃいけなくて、でもなんかそれか、みたいな。もうでも先行してるやつが何社かあると思いますよ、すでに。そうですね、結構そのチーム内での物販販売みたいな、もうチーム専用のアプリとかっていうのはこうポコポコ出ているんですが、あの大きな目的として、これはもう本当チーム専用のアプリというか、まずあのスポーツから始めてイベントやフェスだったり、その後この音楽業界だったり他のいろんな業界まで行けるようにあのできるモバイルオーダーになるかなと思ってます。それはその提供側としてはいろいろ横断的に使えるからいいでしょって言うんだけど、球団とかその事業者側からするとなんでわざわざそこに載せなきゃいけないのっていう。まあだからなんか SaaS っぽく安く使えますみたいな感じのノリなんじゃないですか、わかんないけど。そうですね、あの、まあ、速さとスピードと、スピード感と、あとはまだ、あのまだ普及されていないっていうところで、まあまあだからどっかの球団に営業して1個でも採用してもらって、そこでその使い勝手検証して横展開みたいな、まあだから妥当じゃないですか。54億円でしたっけ、その10%取るっていうのは頑張ればできなくはないよね、不可能ではないよね。でも54億円の取り扱いをして自社の利益何億円よみたいな話になってくると、まあ手数料ビジネスなんで、そんななんかせいぜいプラットフォーマーって15%とかじゃないですか、だから5億円、54億円の 15% っていくらよみたいな。取り扱い高が54億円で売上が 7,8 億円で営業利益1億円出たらいいよねみたいな感じになっちゃうから、ちょっとスケールしないよねみたいな。それでは最終ジャッジへと移ります。小山さんの希望投資額は2000万円。投資獲得をかけた最終ジャッジ、手を挙げる投資家は現れるか。 Deal or Break。 小山さん、目を開けてください。手は上がりませんでした。いかがでしたか今日は。すごい緊張しちゃったんですけど、でもあのいろんなとてもいいフィードバックをいただいたので、あの、まあ、本当にまだすごくあのプレシードのすごくあのアーリーのステージにいるので、これからあの伸ばしていきたいと思います。スポーツだけじゃなくて、例えばそういう舞台とか、コンサートとか、そうですそうです、で完全にそれこそそういう細いところだったら意外と使うんじゃないですかね。それで球団いきなりって行くと多分ちょっとハードル高い気がしますけどね。ありがとうございました。小屋のエリさんでした。